中国空母福建が進水後、日本とアメリカのリアルシミュレーションを行ってみました。今回は、米中空母対決を詳しく見ていきますね。まだまだ、中国は、遠くアメリカには及ばないですし、艦載機に難のある現段階、ロシアよりも脅威となるのは、間違いないです。台湾はやらん。2022年8月4日以降、中国軍は台湾を取り囲む6カ所の空海域での軍事演習を実施、もともと7日に終了が予定されていたこの軍事演習を中国側は急遽延長すると発表、8日以降も期日未定で継続されることとなっている。中国側がなぜ急遽の軍事演習の継続を言い出したのかは、現時点ではその理由は定かではないが、台湾統一に向けた軍事的な力の行使の可能性をより強固に示すことで、自国の政治的な目標の達成を企図しているように思える。今回の軍事演習に際して、中国海軍は保有する遼寧及び山東の2隻の航空母艦も投入したと伝えられているが、ちょうど2ヶ月前の6月には、上海で3隻目となる福建を進水させたことも記憶に新しい。福建はこれまでの遼寧、遼寧、山東が艦首にスキージャンプを備える発艦方式を採用していたのと異なり、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦と同様に初めてカタパルトを装備する艦艇として大々的に喧伝された。福建は進水式にあたっては、3機装備するとされているカタパルト部分には、覆いがかけられており、今後の工事で実装が行われると考えられるが、カタパルトは、初の取り組みにもかかわらず、電磁式を採用するとされている。電磁式カタパルトを実装した航空母艦は、世界でも、アメリカ海軍の最新鋭の、ジェラルド・ R ・フォード、一隻のみしか存在しておらず、しかも、同艦は、2017年の就役以後も、完全な運用状態には至らず、今年2022年末をその予定としている。ジェラルド・ R ・フォード以前のニミッツ級の10隻は、すべてが、蒸気式のカタパルトを装備しており、この運用に熟知した、アメリカ海軍であっても、新機軸となった電磁式の安定運用には、時間を要してしまっているのが実情である。電磁気式カタパルトは従来までの蒸気式と異なり、艦載機の機体や重量に合わせたフレキシブルな射出力の調整が可能となるため、発艦効率が格段に向上すると言われているが、これに伴い使用する電力も膨大である。そのため、アメリカ海軍の航空母艦のように、すべてが原子力推進を採用している艦艇であれば、そこで使用される電磁式のカタパルトへの電力供給も十分可能だが、通常動力型の機関部の場合には、その確保が困難との指摘もある。さて、福建のスペックだが、推定で、基準排水量 71,875トン、満載排水量8万トン、全長320メートル、全幅 75.5 メートルの通常動力型であり、艦載機数が約60機、エレベータは2機、電磁式カタパルト3機と考えられている。ちなみに、アメリカ海軍のミニッツ級が、基準排水量 74,086 トン、満載排水量10万トン、全長317メートル、全幅 89.4 メートルの原子力推進型であり、艦載機数が約70機、エレベータは3機、蒸気式カタパルト4機という仕様になっている。単純な数値上のスペックだけから見れば、福建はアメリカ海軍のミニッツ級と比べても大きな遜色はない規模感と艦載機数を誇り、それらと伍する世界でも有数の航空母艦であることは間違いないと言えるだろう。現在、アメリカ以外で、
原子力航空母艦を保有するのはフランスのみであり、その貴重なフランス海軍のシャルル・ド・ゴールも大隊艦の建造が決定しているが、ここまでの復権等の規模にまで達する可能性は低いと思われる。2022年に進水式を迎えたばかりの復権は、少なくとも完成までにはあと2から3年は必要だと見られているが、艦隊だけでなくカタパルトに対応した艦載機の準備も同時並行にて進められている段階であり、続報に留意すべきだ。中国は復権以後のカタパルトを搭載した航空母艦用に海外輸出用のステルス機である FC-31 の艦載機型を開発中とされており、同機のテスト中とされる画像等もインターネット上ではたびたび報告されている状態にある。 FC-31 の艦載機型の開発が復権の収益時までに間に合わない場合には、現行の J-15T 型を主力戦闘機として運用する可能性も高いが、同機は基本設計的には新しいとはいい、固くロシアの SU-33 のデッドコピーとの見方も多い。また、これまでのスキージャンプ式の3トンまででは運用が不可能だった、そう、機械海管制機を復権では搭載可能となるため、その役割を果たす KJ-600 も開発中であり、艦隊の防空能力を一気に引き上げる可能性がある。中国海軍では、復権を収益させた場合には、3隻の航空母艦体制を実現することとなり、実稼働、訓練、メンテナンスの3つのローテ、ショーを敷いて運用することが想定されているが、これで終了ということを意味していない。現在のところ、中国海軍は、2035年までに、あと3隻の航空母艦を新規に建造し、全体で、6隻の航空母艦による空母打撃群の編成を期としていると伝えられているが、3トンはともかく、遼寧はその頃には実用的ではない気もする。復権以後の中国海軍の航空母艦は、ついにアメリカ海軍並みに原子力推進型となるとも予想されてきたが、復権の進水時には中国のメディアで、原子力推進型のデメリットを指摘する記事が掲載されるなど、意外な動きも感じられる。そもそも、中国は、航空母艦に搭載する原子炉の開発について、十分な技術を有していないとの見方も多く、そうした技術的な問題から、原子力推進を搭載できない場合の予防線を張っている可能性もあり、今後どう推移するのか不透明である。ただし前述したように、電磁式のカタパルトの運用には、膨大な電力が必要とされるため、通常動力型の航空母艦の場合は、これを稼働させるには、機関の出力の大半を充当させる必要が生じ、艦体そのものの速力に不足が発生するとも言われている。現在の水上戦闘艦としては、最大規模の大きさを誇る航空母艦ではあるが、それでも、全長は300メートル強に過ぎず、艦艇自体が30ノット以上の速力を発揮できなければ、艦載機の発艦に十分な揚力を与えることは困難と見られている。そのため、中国海軍の復権の場合、艦艇自体の速力と電磁式のカタパルトの運用の両方を同時に行えるのかを疑問視する声もあり、これが実際に収益して計画通りの艦載機の運用を行えるのか否かも現時点では判明していない。ただしミニッツ級10隻とジェラルド・ R ・フォード級1隻の合計11隻もの航空母艦と、それを中核とする空母打撃群を保有するアメリカ海軍であっても、実際にこれらを投入した戦いは限られており、汎用的な戦力とは言い難い側面も多い。アメリカ海軍が航空母艦を投入したのは、
近年では、中東地域の戦いが挙げられるが、いずれも、敵側は、艦艇を攻撃する手段をほぼ持たない相手に対してだけであり、ある程度の射程距離の対艦ミサイルを持つ敵には使用していない。これは、航空母艦という巨大な艦艇は、対艦ミサイルからすれば、絶好の標的となり得ることを、アメリカ海軍自体が自覚しているからに他ならず、複数のイージス巡洋艦や駆逐艦に護衛させれていても、その危険性は変わらないと見ている少佐だろう。その意味ではまた中国海軍も、その存在自体が派手であり、相手を威圧する格好の艦艇として、航空母艦を保有したいと志向しているのだと思われ、アメリカがほぼ独占する、その領域に進出する、こと自体が目的だと考えられる。